これは最悪のシナリオと呼ばれる書類だ。鑑定の依頼を受け、内閣府原子力委員会委員長が作成、2011年3月25日に提出された。15ページからなるこのシナリオは官邸内で一部の人間たちが目にしたに過ぎない。しかし震災から9ヶ月を経た2011年12月24日メディアによってその存在を報じられた。このシナリオは現在インターネットで検索すれば誰でも手に入れることができる。ペイ、おう。こいつを読んでどう思った？教授の意図は明白だよ。リスクマネジメントを考える上でこれ以上リアルで切実なテーマはない。私は大きすぎて実感が持てなかったかな。まあ発表はするけど、どうせ修士論文とは関係ないんだし、さっさと済ませよ。そうだな。失礼します。失礼します。失礼します。さやか、始まるよ。あ、うん。このシナリオは福島第一原発の4号機にプールされていた使用済み核燃料が全て溶融したケースを想定している。プールされていた燃料棒は1500本以上、冷やしていた水がなくなった時点で放射性物質が放出され始める。その結果、原発から170キロ圏で放射性セシウムが1平方メートルあたり148万ベクレル以上に達する。そのように試算されています。チェルノブイリの事故ではそれが強制避難の基準になった。しかし最悪のシナリオは4号機以外でも放射性物質の放出が始まった場合、移転範囲はさらに広い250キロ圏に及ぶと指摘。そこには東京も含まれた。企業は東京から出ていかざるを得ない。でも大企業ならともかく、中小や零細企業にそんな体力は期待できません。融資していた金融機関も破綻を免れないはずです。政府も東京に置いておけなくなる。最優先事項は首都機能の移転じゃないでしょうか。でも問題は東京だけじゃないはずです。避難区域は岩手、秋田、新潟、山形に及ぶ。250キロの同心円は本州の3分の1を完全に覆い、西日本と北海道を分断する。農業も漁業もストップするな。輸出もダメになるわね。国内の風評被害と同じで。日本経済が一度は完全に麻痺する。そういうことです。そうだね。ところでこの円の中にどれだけの日本人が住んでると思う？5000万人です。そう、日本人の人口の4割だ。そんな規模の避難が本当に可能なんですか？最悪のシナリオには具体的な避難の方法は書かれていない。シナリオを書いたのは原子力の専門家であり、行政が取るべき対策についての記述は一切ない。そもそもこれは
避難と呼べるのでしょうか。最悪のシナリオは、汚染された土地には人が住めなくなる可能性があることを指摘している。一旦故郷を離れたら、そこに再び帰れる保証はどこにもない。戻れるところがあってこその避難です。でも今度の地震では何万人もの人たちが帰る場所をなくしています。帰る場所だけじゃなくて、行き先だってなくなるかもしれない。西に逃れたとしよう。しかし西日本にも原発は何基もある。そこへ同じ規模の地震が来たらどうなる。間違いなく避難範囲は250キロから拡大する。日本中どこも人が住めなくなると。これは原発事故で、だから放射能が必ず問題になる。経済が止まるとかそんなことだけじゃなく、その場合日本人全てが海外へ移り住むなんてこともありえますか。いや、現実的じゃないかもしれませんが。なるほど、だからそんなことは起きないと。いや、しかし1億人が移民、いや難民になるなんてこと、受け入れ可能な国なんかない。世界中のあちこちで日本人がバラバラになってひっそり暮らしていくのがいいとこだよ。難民にもなれない人だってきっと出てくる。何の産業も機能しなくなった島国で、目に見えない放射能に取り囲まれて身動きできなくなる人たちが、それは私たちかもしれない。教授、この議論には過程が多すぎませんか。しかも建設的じゃない、単なる悲観論に聞こえます。あの事故が起きるまでみんなそう言ってたんじゃないか。ニュースで見たことがあると思う。福島の立ち入り禁止になった地域で飼われていた動物たちが野生化していくの。日本中がああなった可能性がある。いや、あれは原発を使っているこの国の明日の姿かもしれない。だから君たちにはしっかりと見据えてほしい。一言じゃない、自分たちの未来を。原発の安全基準の見直し、それに伴う技術の向上、そこを目指していくのが一番現実的だよ。原発を撤廃する方が現実的なんじゃないかな。その道だって探るべきだと思う。ただ怖がってるだけじゃ前に進めないって、うん、進むってどこに。考えようよ、その前に考えよう。私たち一人一人に何ができるのか、そうせずにどこかへ進めるなんて私は思わない。あれほど衝撃的だった事故の記憶も時とともに薄れていく。しかしこのシナリオが伝えようとした危機は過去のものになってはいない。